県中学新人大会のサッカー。各地区の予選を勝ち抜いた20校が出場し、上位2枠の九州大会進出を目指しました。決勝はここまで3試合で13ゴール、圧巻の攻撃力を誇る長崎南山中と、諫早地区1位通過、今大会1失点と堅守を誇る諫早中の対戦です。赤のユニフォーム南山中は前半、キャプテン奥村のパスを渡辺が流し込みました。南山が1点を先制します。エンドが変わった後半、南山の渡辺が再び見せます。今度はスペースに走り込み、落ち着いて決めました。小広くんが思った通りの場所に蹴ってくれたんで、あとそれを決めるだけだったんで。渡辺は前半途中からの出場ながら、フォワードとしてしっかりと役目を果たします。さらに南山はその10分後、エース野口のコーナーキックに村木が頭で合わせました。野口くんがいいボール蹴ってくれたんで、決めるだけでした。完璧なセットプレーで南山が3対0とリードを広げます。一矢報いたい諫早中、見せ場は後半終了間際でした。ゴール前、キャプテン宮崎が持ち込み、最後は右足一閃。最後の最後まで諦めず、1点でも取ろうっていう気持ちを最後まで出しました。諦めない諫早中がキャプテン宮崎のゴールで1点を返します。しかし反撃もここまで。大会4試合で16ゴール、平均得点4点の長崎南山が1位での九州大会進出を決めました。今まで練習してきた分の気持ちを全部ここで使いたいなって思ったんで、今回優勝できて嬉しかったです。将来はもちろんプロサッカー選手になる。そしてチームとしてはやっぱり九州大会全国で戦える、そして全国制覇できるチームになるように、これからまた頑張っていきたいと思います。今は最高です。九州大会の目標は、チームとしては優勝することで、個人は得点を狙っていこうと思います。九州大会でも南山らしいサッカーするぞ。おい、2位諫早は九州大会でのリベンジを誓います。悔いの残らないような練習をして、みんなでチームの雰囲気を高めて、一勝でも多く勝てればいいと思います。九州大会頑張るぞ。おー